朝比奈さん。あ、こんにちは。ごめんなさい、今焼きそばの出前の途中で、もう一つ別の教室に届けなきゃいけないので急いでるんです。失礼しますね。コンピケンってのはあんたたちね。部長は誰？何か用かね。あんたたちが卑劣な手段で奪った文芸部の展示スペースを今すぐ返しなさい。ちょっと待ってくれたまえ。卑劣な手段とは聞き捨てならないな。僕たちは何も暴力的にこのスペースを確保したわけではない。そこにいる文芸部員の彼女が文化祭前日の夜になっても展示の準備を始める様子がないから理由を聞いてみたところ、同人誌の印刷が遅れているとかで。だったら我々コンピケンにそのスペースを有効利用させてほしいと頼んで、彼女がそれを了承した。それだけのことだ。そんな山のない話はどうでもいいから返しなさい。そう言われても、もう端末もケーブルもセットアップしてしまったし。てかそもそも君誰？私は鈴宮春日。しのごの言わずに今すぐ返すのよ。その制服、紅葉園学院だろ。部外者が口を出すことじゃないと思うんだが。ふーん、あ、そう。じゃあこっちにも考えがあるわ。なんだよ。コンピケンのパソコンのブラウザをたまたま立ち上げたら、とんでもないサイトが履歴にあったって言いふらしてやる。な、さあどうなの？返すの？返さないの？さすがは鈴宮さんですね。たとえ確たる証拠がなくても、あの自信たっぷりな態度を前にすると誰しもつい従ってしまうといったところでしょうか。ユキ、もっと表紙を目立たせた方がいいわ。立てて置いてみて。わかった。あとはサンプルを一冊用意して手にしやすいように置いてっと。ことユキ、同人誌に関心を持つ人がいたらあの詩を見せるのよ。センスのある人なら絶対理解してくれるはずだから。ああいいのよ。それよりも一人でも多くの人に売れるよう頑張って。僕も成功をお祈りしていますよ。わかった。